たい焼き焼いた、竹やぶ焼けた、たい焼き焼いた、竹やぶ焼けた、焼き餅焼いた、彼女が逃げた、仕事も逃げた、おいらは泣いた。カレーをカリと言ったり、カメラをキャメラと言ったり、ツイッターをトゥイッターと言ったりするようなやつにだけは断じてなりたくない。日本が世界に誇る陰謀系 YouTuber ベイベーヨネダです。昨夜毒殺予告を受けました。イルミナティ、ロスチャイルド、ロックフェラー、フリーメイソンにもかかわらず、ものすごい勢いで夜食を書き込んでいたところ、猛烈に気分が悪くなり、病院に行く羽目になりました。大事には至らなかったのですが、やっぱり食べ過ぎです。しかも早食いで書き込んだので、内臓が処理しきれなかったようです。マジで死ぬかと思いました。実際最悪の場合には急性膵炎によって命すら奪われることもあるそうです。皆さん、食べ過ぎにはくれぐれも注意しましょう。鶴や亀のように長生きしたければ、つるつる飲むな、よく噛め噛め。